田中正造という名前を聞くと多くの人が多少道山鉱毒事件を思い出すのではないでしょうか。この事件で鉱毒による環境破壊と人々の健康被害に立ち向かい生涯を捧げた田中正造、その邸宅が栃木県佐野市にあります。田中正造は足尾銅山のある栃木県の日光市出身ですが、晩年は佐野市に移り住み、この邸宅で生涯を閉じました。田中正造邸宅は現在一般公開されており、当時の様子をそのままに保存されています。足尾銅山鉱毒事件とは、19世紀後半の明治時代から20世紀初頭にかけて栃木県の日光市にある足尾銅山を舞台に起きた日本初の深刻な公害事件です。足尾銅山は明治時代に近代化され、大量の銅を生産する日本有数の鉱山となりました。しかしその一方で銅の精錬過程で発生する大量の鉱毒が周辺の川や土壌を汚染し、深刻な環境問題を引き起こしました。この事件で最も有名な人物は被害者のために奔走した田中正造です。彼は政府や企業に対して厳しく批判し、被害者の救済を求め続けました。田中正造の活動は日本の環境問題に対する意識を高め、後の環境保護運動の先駆けとなりました。質素な暮らしを送っていた田中正造の生き方が反映された質素ながらも趣のある建物です。田中正造邸宅は単なる歴史的建造物にとどまりません。それは日本の近代史を彩る一人の男、田中正造の思想と行動が凝縮された、まさに生きている歴史と言えるでしょう。邸宅は質素な造りが特徴です。豪華な装飾はなく、あくまでも実用性を重視した簡素な空間。しかしその中にこそ田中正造の思想が深く根付いています。彼は権力や富を追い求めず、常に民衆の側に立ち、その声を代弁し続けました。邸宅の静寂の中に、そんな彼の熱い思いが静かに息づいています。邸宅を訪れる上で忘れてならないのが足尾銅山鉱毒事件です。この事件で田中正造は政府や企業に対して激しい批判を浴びせ、被害者のために奔走しました。彼の行動は日本の環境問題に対する意識を大きく変えることとなりました。邸宅にはそんな彼の激動の人生が刻み込まれています。